トレらしいチャンネルにできたらいいな。見てくださってる皆さんには感謝でいっぱいです。あ、美咲さん、あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日も YouTube の撮影お願いします。お願いします。ということで、まあ、YouTube の撮影もなんですけど、はい、今日から5日間、うん、美咲さんのお仕事密着が始まります。はい、エトレ東京の、SNS 主に YouTube 担当しております美咲です。よろしくお願いします。皆さんがいつも見てるこの、ね、YouTube の裏側も美咲さんの密着では、ね、いっぱいご紹介できるかなと思うので、はい、いつもこんな感じで荷物を皆さんが着るお洋服の準備、必要なものを持ってきました。洋服とインナー系とかアクセサリーもあるんですけど、みんなが合わせやすいように並べてます。美咲さんはいつもこの準備中はどういうことをやるんですか？今日は1日で2コンテンツ撮る日だったので、うんうん、そのコンテンツごとにすぐ着替えられるようにしてるんですけど、うんうん、今ここにもスチーマーがあるように着用アイテムは全て撮影前にスチームをかけてシワ伸ばしして綺麗な状態にしております。あとはあれですよね、現場の方ではカメラのチェックをしてもらったりとかっていうのも。そうですね、画角のチェックだったりとか、うん、あと色味のチェックもしますし、うんうん、あの撮影中もお洋服がよれてたりしたらお直ししたりとかっていうのもやらせていただいてます。じゃあ今日のコーディネートもですね、見せていただこうと思います。はい、かわいいですね。セットアップだこれ。でも実は素材合わせただけで別々のアイテムになるんですけど。そうなんですね。トップスが別のものとセットアップのアイテムになるんですけど、うんうんうん、T シャツ着回しコーデの時に着ていたラップスカートとセットで着れるトップスなんですけど、 それに今日はカップ付きのインナー合わせて、うん、私物のリネンコンのパンツを合わせてきました。でセットアップ風に着ております。白 T とか袖ありのものを中入れていただいてもいいんですけど、うんうん、私すごい暑がりなのでもうカップ付きのインナーだけで動きやすい格好で着ました。シューズも私物です。華奢なストラップのビーチサンダル、ネックレスとかイヤリングもいつも通り、うんうん、撮影中結構動くことが多いので一旦まとめてて、これもお気に入りのシュシュですね。普段からあんまりカラーものとかは着ないんですけど、よりその中でもシンプルなもので動きやすいものをチョイスすることが多いです。ではでは撮影の方よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではいきます。3秒前から、3、2。皆さんこんにちは、美咲です。香りのもの第2弾ということでたくさんの香水を持ってきていただきました。そこからでいいと思います。いただきます。香水を紹介していくと思います。そうです、そうです。いやいや長かったですね。いや長かったです。今日は撮影の方も押しちゃったりして、美咲さん出る側もやってたからもうバタバタでしたね。バタバタでしたね。ちょうど今日の19時に動画が上がるので、そのチェックとか前間にして、うんうん、っていう感じのすごいバタバタな一日でした。でもまだまだ元気はありまだまだ素晴らしいです。いや本日も本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。美咲さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日はウィンターコレクションの展示会がございまして、その受付のお手伝いもする日になってます。展示会っていうのはどういうものですか？そのシーズンごとにいち早くアイテムをこうお披露目するイベントになります。あの噂には聞いたことあって、芸能人の人とかがどこどこの展示会に行ってきましたみたいな。そうですね、本当に関係者のみの。そうなんですね。そうなんですよ、あのイベントになるので、うんうん、それこそ芸能関係の方だったりインフルエンサーさん、日頃からお世話になっている、メーカーさんもいらっしゃいます。じゃあ今日のお洋服も見せていただきたいと思います。夏の、受注会で、ご予約受け止まったワンピースが届いたので、そのワンピースを着てきました。カーキトーンに色変してしまいました。そうカーキの色味も絶妙な色味ですごい気に入ってます。冬のアイテムの展示会になるので、その会場に合わせて服装を選ぶんですけど、うん、今日はその以前発売してたエトリアのジャケットと、あと足元のブーツに変えてきました。
で一応このワンピースは夏アイテムではあるんですけど、うん、なんかこんな感じで通年長く使っていただけるアイテムになるので、こういうジャケット合わせとかもすごい好きなスタイリングです。美咲さんって結構このツートンカラーのイメージ私結構強くて、あ、本当ですか？濃いめのベージュとこの黒の組み合わせがかっこよく決まりますよね、なんか。嬉しいです、うん。ネックレスは、これよくつけられてますけど。これは最近、ほぼ毎日。どこのですか？これは、このトップだけ友人からいただいて、発売とかは特にしてないんですけど。で基本的に私、ミックスでアクセサリーを普段からつけてるので、うんうん、このティファニーのブレスレットもつけっぱなしだし、いつも同じ指を、これも2連で重ね付けしてます。で、ピアスも大体、ピアスですね。結構存在感があるものの方が多いですかね。まあ、でも気分によってもうちょっとこう細めのフープピアスつけたりとかするんですけど、うんうん、なんか一粒ダイヤみたいなキラッとしたピアスとかはあんまりなんかつけない、うんうん、バッグは大人気だったエトレバケツバッグですね。結構たくさんこのバッグは入ります。しかもこうツルンとしてるからコーディネートも合わないものがなさそうというか。そうなんですよ。なのですごいドカジュアルな服装に合わせてもカジュアルすぎず綺麗めに持っていけるし、うん、きちんとしたお洋服とかにもすごい合うのでたくさん使ってます。コタコト感っていうか柔らかい感じとかもすごい気に入ってます、うん、おーすごい、 あららららら、すごい素敵な空間ですね、はい、展示会は基本的にピアルの咲子さんとあとジュンナさん、ソネさんたちがそのお客様のアテンドしてくださって、我々スタッフは受付のお手伝いさせていただいて、うんうんうん、2024年の冬はどんなアイテムが多いんですか？引き続きレイヤードとかもポイントにはなってくるんですけど、やっぱり毎年人気なざっくりしたニットだったりとか、うんうん、やっぱコートアウター系が本当にすごい可愛いので楽しみにしていただけたらなと。ざっくりニットは保温性が高いので、まあ、冬すごいおすすめ。美咲さんだったらこのニットはなどういう風に合わせたいなとかあります？結構ボリュームがあるので、それこそアイラインスカートをちょっとこうシュッとしたボトム持っていきたいかなっていう感じです。あとはなんかオーバーサイズの白 T とかをレイヤードしてここからこう出して見せる着方とか、こういうワンピースの上から着るのとかもすごい可愛い。美咲さんってもともと店舗の販売員さんだったんですよね？そうです、ルミネ新宿店の店舗スタッフとしてお仕事してます。私も別のねイベントで美咲さんに接客してもらったことあるんですけど、まあ、気づいたら山盛り買ってまして、ご提案力がやっぱすごいですよね。美咲さんはもともとずっとアパレルの人でした？ずっとアパレルではないです。高校卒業してアパレル会社入って、で1回離れました。歯医者さんで受付と助手やってました、そうですか。別のお仕事してても毎週のようにお洋服見に行ったりとか、うんうんうん、やっぱお洋服が好きだったのでアパレルに戻ってきました。じゃあ展示会頑張ってください。ありがとうございます。あ、いいですね。はい、今日はワントーンのコーディネートになるんですけど、撮影なので動きやすいようにパンツで、トップスも袖がない、本当動きやすい格好で、仕事の後アパレルのイベントを招待していただいたので、それにもこう行けるように綺麗めだけど動きやすい洋服で来ました。アクセサリー系は全部ゴールド？全部ゴールドで、ピアスだけいつもとちょっと違うボールの存在感のあるピアスにしてます。ちょっとだけインタビューということで美咲さんの日々の YouTube の働きっぷりについて咲子さんに伺おうかなと思って。とにかく頑張り屋さん、エトレとしても初めてのことなので、うん、やってみて失敗して学んでみたいな、うん、やっぱすごくそれって大変なことだと思うんですけど、うん、私たちが演者として出るときは裏方でずっと後ろ動き回ってサポートしてくれたりとか、うんね、安心して任せられる存在です。ありがとうございます咲子さん自身も最初の頃手振れてたと思うんですけど確かにちょっとずつ、それもでもね美咲ちゃんがやっぱりサポートしてくれてるから。ありがとうございます本当になんかすごい負けず嫌い、よく悔し泣きしてます、そうなんですね折れることなくすごい必死に頑張ってるなって。ポジティブだし ね、ポジティブだよね、うん、たまにハッピーちゃんって呼んでるんですけどずっと何があっても笑ってるし、みんなにちゃんと気を使ってくれる、こうやって YouTube に出
ってるのも当たり前じゃないって思ってて、時間取ってくれてありがとうございますとか、そういうところ大事にやってるのかなっていう印象です。美咲さんお疲れ様でした。久々ですよね、なんかこういう系は。そうですね、うん、表には出てないその洋服の選び方みたいなのが見れるので、すごく面白いかなと。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。あ、美咲さんこんにちは。今はこれ何をされてたところですか？今は動画のチェックと管理してる表があって、うんうん、その表通りに進んでるかのチェック、うんうん、なんか流れ的には、まあ、月に1回企画の会議をするんですけど、うんうん、編集のスケジュールとかも組んでて、そのスケジュール通りに行ったものを全部黄色く塗りつぶして分かるようにしてます。事前打ち合わせの日程組んだりとか、うんうんうん、レストランとかで、うん、撮影しなきゃいけないってなった時とかは、うんうん、お店のピックアップから撮影許可、うん、大丈夫であれば日程合わせてみたいな感じでやるんですけど、うんうん、出演者さんが多ければ多いほど皆さんのスケジュールを合わせないといけなかったりとかもするので、うん、日にちないみたいな感じの時とかもあるんで、その時はちょっと焦ります。今は動画のチェックかな、うん、誤字脱字がないかもそうなんですけど、うん、アイテムの詳細が間違ってないかのチェックだったり、文章の表現の仕方がエトレっぽくないなっていうのを訂正したり、うんうん、一番最初に出すのが初行なんですけど、そっから100個ぐらい修正して皆様のところにお届けしているというような。そうですね。もともと店舗のスタッフだったじゃないですか、はい、本社勤務になってからこの YouTube の勤務にすぐついて、店舗スタッフだった時に、うんうん、あの純奈さんの YouTube チャンネルの撮影のお手伝いを一時期させていただいていて、うんうん、エトレのオフィシャルの YouTube が始まるよっていうタイミングで本部の方からお声掛けいただいて、そのまま私が YouTube 担当としてお仕事をついたような形になるんですけど、始めるよの時の一人目だったんで、もう本当に先輩もいなければ、もう周りも多分何もわからない状態から始まっていたので、本当に最初はどうしたらいいかも分からなかった、うん、エトレの YouTube チャンネル大切にしてることってなんか一番はやっぱり、うん、エトレらしいチャンネルに、うんうん、エトレらしい動画にできたらいいなっていうのをベースに、インスタとか他じゃ見せれてこれなかったスタッフの素の部分とかをファンの方にお届けできたらなとはいつも思ってます。見てくださってる皆さんには感謝でいっぱい。やっぱり私たちが発信したいものをこう出すのも大事ですけど、うん、皆さんが見たいものもなんか一緒に作れたらなっていうところもあるので、うんうんうん、コメントでこういうの見たいとかは気軽に、いや本当に書いてもらって、はい、たくさんリクエストいただけたらと思います。 YouTube でエトリを知ったよって方はこれもコメントにぜひぜひ皆さん書いてください、うん、はい、じゃあお洋服も見せてもらおうかな、はい、今日はこのワンショルのカットソーをメインに組んだコーディネートになるんですけど、トップスを一番最初に決めたので、それ以外はシンプルだけどおしゃれ見えするアイテムで合わせてみました。結構細身のテーパードのパンツになるんですけど、これすっごいシルエットが綺麗で、結構いろんな人にどこのパンツって聞かれるんですけど、実はこれ3年ぐらい前に買った GU でございます。でトップスはエトレの新作なんですけども、これ検討会の時で見てからすごい気になっててオーダーしたものになりますね。2色持ってます。シューズもなんか珍しい色だな。シューズはフラットシューズ、はい、真っ白すぎない色味、うん、ちょっと黄みがかった色味になるので、うん、普段からモノトーンのコーディネートが私多いので、はい、持ってる洋服にも合わせやすい色味のシューズになってます。バブーシュタイプのシューズになっているので、まあ、夏履いてても暑苦しくないというか、うん、すっきり見える。昔はタイトめなボトムス合わせることも多くて、それこそスキニーもそうですし、うんうん、ちょっとこうオーバーサイズのシャツにレギンス合わせたりとかってもするんですけど、うんうん、最近はルーズめな気分だったので、うんうん、ワイドパンツでズルズルとかが多かったんですけど、うんうん、久しぶりに全体的に綺麗めにまとめてみました、うん、デニムとかと合わせても可愛いとは思ったんですけど、しっかりこう綺麗めに今日は寄せて、髪の毛も下ろしてね、髪の毛も、はい、これでも巻いてないんですよ。めっちゃ素敵ですね、なんかニュアンスがね、うねってなってて、本当、うん、オイルつけるだけでできるヘアスタイリングになります。今日の洋服にすごいマッチしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。美咲さんお疲れ様でございます。お疲れ様です。オフィシャルのインスタグラムに載せるリール、はい、を作ってました。 YouTube の告知のリールもそうなんですけど、うん、あの週末とかに流れてるインスタライブの切り抜きとかも作ってるので、はいはい、SNS 担当だからそういうことも
そうですね、これは YouTube の告知のやつで、あとはインスタの切り抜きとか名前と身長入れて投稿したりしてます。 YouTube 以外にもやってることって他には？ EC チームとか咲子さんたちと一緒にサムネの撮影現場一緒に行かせていただいたりとか、スナップ撮影、自分たちの撮影もやってたりとか、 YouTube の数字のまとめみたいなやったりはしてます。SNS 担当 のやりがいみたいなものってどういうところに感じてますか？ YouTube に関してはやっぱたくさんいただくコメント、大変だった撮影とかもやってよかったってやっぱなるし、より良いものを作りたいなっていう気持ちになるから、それはやりがいの一つでもあるのと、 YouTube 見て初めてご来店されたお客様がこの間いらしたよっていうお声とかもいただくので、なんかそういう声聞くとやってる意味があるのかなっていうのはすごい感じます。コメント返信も、美咲さんがねしてくださったりしているので、はい、1年ぐらい YouTube やって、なんかこう全体的に変化があったこととかありますか？このエトレのチーム的に。皆さん、もともとがすごいお綺麗なんですけど、全国配信じゃないですか YouTube って、はい、やっぱ見られる機会がすごい増えて、どん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 綺麗になっていくなっていうのをすごい身近に感じてます。そしたら今日のお洋服もじゃあ見せてください。はい、はい、今日は私らしいモノトーンのコーディネートになってるんですけれども、秋口とかだったらこのシャツをブラックにしたくて、オールブラックよりのモノトーンコーデにしたかったんですけど、夏で暑いし爽やか感を足したかったので今日は白シャツを、中は形がすごい綺麗なタンクトップ着ていて、パンツは大人気だったガチャベルトのパンツですね。でちょっとこうかっちりめに持っていきたかったので足元はローファーでまとめてみました。でここのバックルとかもシルバーになってるので、今日はアクセサリーシルバーで合わせてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後に、この YouTube の今後の目標を伺っていいですか？10万人を目指して盾をいただきたいなと。いいですよね、はい、今3万人突破して、はい、突破しました。皆様のおかげです。今回もコーディネートたくさんご紹介したので、私これが好きみたいなのがあったら、ぜひコメントをいただけると嬉しいです、はい、嬉しいです。あとはまあ本当何でもいいのでコメントをとりあえず、何でも全然大丈夫です。気になったアクセサリーだったりとか、よく買い物行く場所はどこですかとか、多分皆さんが思ってるよりコメント嬉しいですよね。コメント嬉しいです。本当に嬉しいです。ハードル高いわっていう人はちょっと、でもいいねを押してもらえると、それもそれで嬉しかったりするので、とても嬉しいです。お願いいたします。あそこにいるのは咲子さん。オールホワイトで、はい、オッケー。ちょっと不安だな。嬉しいです。うるうるしちゃう。やだやだ、まだ回ってた。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画もぜひ見てください。また来週。